ですね、皆さんお気づきの通り、なんか変なのがうろちょろしてたんですけどよ。皆さん、あの正体をまあ誰だか知りたいという人は多分ここの全員だと思うんですけど、でも私は触れたくないわけですよ、彼に。だけど皆さんのために触れたいと思います。行ってきます。すいません、先生、ちょっといいですか、今。申し訳ないんですけど、すごい存在が気になったんですよ。ちょっとよく言われる。あの、失礼ですけど、どなた様が聞いてもいいですか。ブレードの貴様。申し訳ない。名乗れたまえ。あれ、志村やってるんですよ。静かにしろ。すいません。あの、王様ですかね、冠があるということは。私の名前か。はい。チンゲスさん。チンゲスさんだそうですよね。チンギスさん。チンギスさん。チンギスさんだ。チンギスさんだそうです。チンギスさんはそのどういった方なんですかね。あ？やっぱこのチンギスさんの曲の意味があってご登場されたんですか。そう。おお、本当。そう、どういう意味なんですかね、チンギス。まだ私の歌を称える歌なんだ。私は7人の子を1日で作った。そしてこのチンギスモンゴル帝国を作り上げた。そうした、そうする。あんまり王様を怒らせないでくださいね。あ、そう、私を讃えているのだ。なるほど。わかるか。それではもうちょっとこの辺でお別れしてもいいですかね、チンギスさんと。最後に一言いいですか。何もない。そんな王様に続いての曲を紹介してもらいたいと思いますが、次の曲は I am Korean。Just let me know, I'm jolly, I'll say it.